こう曲がるよ、相手の肘を上げながら自分の肘のところに持ってくる。自分の手のひらも相手の手のひらも上向きにして、ここで自分の肘と脇をキュッと締める。で、大胸だから相手の腕を取りたい技だから必ず両手出して前に出る。さあ前に出たら、はい、ここが基本、このまま行くと一胸が、ここで手首を、はい、持ち替えて、はい、これが二胸。しっかり相手の手のひらを上を向けて、自分の肘のところで相手のところを固定する。あ、はい、裏は後ろ回るだけが、はい、正面一挙、あ、ごめん、二挙、はい。こう入っても入れんからね、必ず自分の体を寄せてきて、ここで上がって入り見して、はい、後ろちゃんと両手できるぞ。引っ張られちゃったら自分の体を寄せていけばいい。はい、もろ手、はい、横目打ちで入ってこられました。はい、三分の状態で入る。これも呼吸をね、はい、はい、下げて、はい、切り落としといて入る。はい、ちょっとやってみよう。横目いいのはな、相手がどっちかで打ってくるわけだろう、うん、打ってくる手と同じ手を大事なのは、こうやらないかんか、うん、この状態でパーンと前に入って止めちゃうってそういうやり方もあるんだけど、うん、今みたいにこう流れでぐるっと回っとるときだったら、その流れはそのまま、そのままの手放そうな、うん、今度は早く手返していきたい、はい、どうか、はい、早く持て回りながら、こう入ったらこっちへ。片手でやっちゃうと、今の大事な形になるよな。こういった時に、このままこれ取って、そのまま返す。はい。で、こう、こちら。表、まず表だよな、はい、こう入ってこう回転すれば裏出し、表は、はい、相手の前へ前へ入りながら、はい、横面でお手返しの表、